1960年の設立になるんですけれども、私の祖父と祖母がですね、ここから見える、景色に惚れ込んで、まあ、コツコツとですね、山林を開墾して、観光農園をですね立ち上げたのが、スタートになります。まあ、そういったですね祖父祖母の、まあ、思いを受け継ぐという意味でですね、先代の私の父がですね、この地に、まあ、レストランですね、そして、地元の柑橘甘夏だとかデコポンをですね、加工する工場、そして、そこの工場で作られたものを試食しにして販売する直売所というのをですね、立ち上げて、今にですね至ります。もともとこの水俣芦北地方というのがですね、甘夏の生産が、まあ、全国で3本の指に入る生産地でしたので、まあ、これをですね、生花だけではなく、まあ、加工することによってですね、まあ、全国にですね、発信してですね、まあ、水俣という地域をもっと知っていただこうということで、スタートをしています。まあ、そういったですね、まあ、地元のものを加工するという意味で、このグリーン農業ですね、取り組まれている農家さんも非常に多いですので、契約をしてですね原料等を分けていただいたりということが、あります。まあ、あの柑橘の加工についてはですね、まあ、一つのみかんを、無駄なくですね、付加価値をつけて作っていくということで、取り組みをですねしています。まあ、具体的には、中の果肉はですね絞ってジュースに、そして、皮はですねマーマレード、そして、ペーストにしてドレッシングを作ったりですね、まあ、特にあの皮を使う消費についてはですね、まあ、基本的には自社農園で無農薬のもの、そして、近隣農家さんからもですねこちらであの農薬の制限を抑えたものをですね、提供していただいています。まあ、よりですね、このグリーン農業、に目を向けてですね、原材料として使って、でそこでできた商品をですね、まあ、熊本の魅力がある商品として全国にですね発信をしていきたいというふうにですね思います。